桜風吹いて消えてく思い出の片隅にだけ君がいた春。ライブが終わりました。ありがとうございました。
今日も来てくださってありがとうございました。今日は遠藤はるばる山梨から来ていただいたお客さんなんかもいたりして、とってもハッピーな一日でした。次は5月3日相模大野のカフェつむりでやります。あ、4月29日でもこの動画は4月29日には上がんないからね。あ、そっか。あ、こっちあとね、こっちこっち。コーヒーとサンドイッチのお供にというコンセプトで活動している本家品賀と申します。今日一日楽しんでいきましょう。私たち実は、ワンマンライブが6月2日に決まっております。ありがとうございます。今日チケット手売りチケットあと6枚6月2日ぜひよろしくお願いします。春真っ只中ということで、夏の支度をそろそろしなきゃかなと。まあ、あと、1ヶ月、2ヶ月ぐらいで半分が、はい、ですね。はい。それでは、夏支度という曲、お聴きください。ぶら下がる靴下白いカーテンが揺れる脱ぎ捨てたシャツの上に寝転ぶ君のもとへ会いに行くいつもの缶ビール額に下げて夜が来る前に夏の香りを